稲富君の質疑は終了いたしました。次に下地幹夫君。はい、委員長。下地君、国民と政府との信頼関係ってものすごく大事だと思うんですね。まあ、今回オスプレイの問題は特にそれを象徴的にしている。難しい問題があればあるほど信頼関係を作らなければいけないと思うんです。私は森本大臣がですね、沖縄を訪問するときにやらなければいけないことは2つあると思う。1つはね、沖縄に行って沖縄の方々の厳しい意見を聞いて、この厳しい意見を持ってアメリカに行ってパレッタ国防長官と話をしてですね、それからこの長官のですね、意見を聞いてもう一回沖縄に戻って沖縄側と交渉していくと、これ大事なことだと思うんです。で、2つ目には逆にアメリカ側に行ってアメリカの考え方を聞いて、このアメリカの考え方のもとに調査はどうするんだと、再発防止はどうするんだと聞いてですね、沖縄に行って県知事にこれを伝えると、これも一つの方法としてやるべきだというふうに思うんです。しかし森本大臣がやったことは何かというと、6月29日にですね、接続国通報がアメリカから貼ったものを私が丁寧にこの沖縄側に伝えなければいけないという、まあ、そういうことをやってしまったんですね。まあ言えばもう電車場とですね、従属的な日本の防衛大臣がこの従属的にですね、これを伝えに行くということは、私はこれ信頼が湧くわけないと思うんですよね。私は6月27日森本大臣にお会いしてお話したときも、この厳しい問題の中では大事なことは、あなたの信頼関係が沖縄側で持たれること、この大臣だったらさまざまなことを相談してもアメリカ側にものをちゃんと言ってくれる、結果が出るかどうかは別にして、そういう思いになるためにはまずアメリカが作っている日程を一回キャンセルして、29日の接続国通知も、そして出航のタイミングも、岩国に入れるものももう一回全部キャンセルして話し合いしようじゃないかと、まずアメリカ側にですね、交渉してそれを勝ち取るところからあなた始まるんじゃないのと僕は申し上げさせていただいたと思うんですよ。今ですね、沖縄には今までいろんな事件事故ありましたよ。このいろんな事件事故ありましたけども、この少女暴行事件の時の太田雅秀当時の知事でさえも基地の全面的な閉鎖という言葉は使ってませんね。国際大学にヘリが落ちたときに稲嶺知事が基地の全面閉鎖という言葉を使ったかってずっと調べてみたら、これ使ってませんよ。今度中山知事は強硬にやったら基地の全面閉鎖やりますよと、こういうようなことをですね、もう言ってるじゃないですか。これこのことの重みをですね、このことを言わしているという防衛大臣のこのあり方を私は問いかけたいと思うんですよ。これを言わさないようにするのがあなたの仕事なんですよ。私はそういうふうな状況の中でどうやってあなたはこの信頼をですね、回復するつもりなのか、これをお聞かせいただきたいというふうに思うんです。私はそういう意味でもう一回やったほうがいい。牛肉があってもですね、機械があっても不備が認められたらね、不備が認められてこれがちゃんと調査が終わって再発防止が出てから日本には輸入するのが当たり前ですよね。これが今調査の報告が出ない、沖縄側も納得しないのにハワイを出航して岩国に向かっているって、これおかしくありませんか。一般的に考えて今は押し戻す、この船をこの調査結果が出るまで日本に入れない、そういうふうなあなたは決断をして交渉してこれ勝ち取らなければオスプレイの問題は解決しませんよ大臣。それをやるつもりがあるかどうか、まずお聞かせいただきたいと思いますけど。森本防衛大臣。オスプレイの配備については確かに今年4月にフロリダで事故が起き、さらに6月に失礼しました4月にモロッコで事故が起き、6月にフロリダで事故が起き、この2つの事故が与えた地元だけではなく日本国内の皆様方に大変大きな心配懸念が広がっていることを私たちというか我が国政府は大変深く受け止めています。先生のご指摘のように、これは一体アメリカが言うように予定通り計画通り日本に配備するということで良いのか、あるいは
先生ご指摘のようにこの問題を少しアメリカの事故の調査の結果をつぶさに見て、さらに飛行の安全が確認されるまでの間、どのようにこの計画をサスペンドというか止めるということが望ましいのか、政府部内でも随分と議論をしました。日米間でも随分とやり取りをしました。ご承知のとおり、アメリカ海兵隊のみならず、このオスプレイというのは海兵隊、空軍、海軍に配備をされる全体の計画でありまして、沖縄についてはもう50年も使っている CH-46 という老朽化したこのヘリを更新するという計画をすでにアメリカが持ってまして、この全体計画の中でいろいろな事故があったけれども、しかしなんとか予定通りに配備したいと言って、我が方に事故の調査結果については異例の措置とも思えるような、つまり通常事故の調査をやっている途中に事故の調査の内容を日本に通報するなどということをアメリカがやってきたのは、日本社会に与える影響が極めて深刻であることをアメリカとしても十分理解していただろうと思います。我が方はただアメリカの要求にいいダクダクとして従ったということでは決してありませんで、政府部内では配備計画そのものについてもう一度考えてもらおうということで押し戻しました。アメリカにはアメリカの言い分がありました。日米同盟関係というのは大変円熟し、相互に自由にものが言える状態にありますけれども、このように国益や双方の考え方がぶつかっているときに、相手があることですから、どんなに自分で主張しても、長期的なこれからの日米同盟関係が根本的に傷がつくようなことは決してやってはならず、ましてや日本の周辺南西方面のこれからの安全保障を考えたときに、日米はどこで折り合うのが最も将来の日米同盟関係にとって正しいのかということを日米間双方で模索した結果が、先生ご指摘のようにまず岩国に持ってくる、しかしエンジン調整などを行うが一切の飛行を日本側に、2つの事故の調査報告が日本側に通報され、飛行の安全性が確認するまでの間一切飛行は行わない、この一点において日米が折り合ったところでございます。もちろんそんなんだったら初めから持ってくるなという意見はありますが、繰り返しになるが、アメリカは何としてもグローバルにこの海兵隊のオスプレイ配備計画を進めたい、これは議会との約束でもありましょうし、アメリカの国防省の強い願望で、日本として同盟国が言える限界ギリギリのところを日本は模索をして、日本とアメリカの間でこういう一点において折り合ったわけであります。で、今一言だけ長い、あ、以上でございます。島地君、あなたはね、あの防衛の評論家で一番悪い防衛大臣の今の癖が出てますね。誰が考えても、あなたは海兵隊の司令官ですか、あなたはアメリカの国防長官ですか、あなたは日本の防衛大臣ですよ。しかも事故を起こしたのはどこですか、アメリカですよ。配備計画に国を作った、原因を作ったのはモロッコで落ちた事故もカリフォルニアで落ちた、フロリダで落ちた事故もアメリカが自分でやったことなんですよ。それを日米同盟のあり方論でこれを考える防衛大臣がどこにいますか、あなた。おかしいよ。普天間のど真ん中にあの飛行機を持っていくということの恐怖感におののいている人たちの意見をあなたどこで吸収するんですか。しかし今の答弁聞いたら、また沖縄はあなたに対する不信感出ますね。これじゃダメですよ。どうしたら日米同盟というものの基軸と、どうしたら沖縄の声を、ね、悩みながら物事を作っていくかというと、あなたは最優先日米同盟やってるじゃないですか。安全保障っていうのは地域の住民の理解がなくて安全保障進みますか、大臣。期待外れだね、あなたは。物知りの防衛大臣だけだ。私はそういう意味でもこのやり方をもう一回総理とゆっくりですね、今日は総理に聞きませんけど、もう一回お考えになって信頼を得る方法をまず最優先すべきだと、そのことだけ今回申し上げておきますから、本気で考えないと、あなた本当に沖縄において取り返しのない失敗を起こしますよ。これだけは申し上げておきたいと思いますから。
それで総理、今度社会保障と税の一体改革について質問させていただきますけど、まあ衆議院では通りました。しかし私たち今頑張らなければいけないのは、国民にこのことを理解させなければいけないと思うんですね。これ消費税のですね、この数字見ていただきたいんですけど、これ元年に消費税入れて9年に消費税入れましたけども、この時のその消費税入れた目的も、これも財政再建とそして社会保障に税を入れるという話でありましたけども、導入してからですね、見てお分かりのようにこれだけの定率減税だとか特別償却減税とかですね、さまざまな減税をやったもんですから、これが財政再建や社会保障にですね、回らなかったんですよね。そして次のパネルを見ていただくと、その結果としてですね、また同じように減税をやりすぎたもんですから、それがそのままこれが国債の発行額がどん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 伸びてしまって、消費税の導入時期は157億円あったものが709億円まで伸びたんです。だから今度野田内閣が消費税を社会保障と税の一体改革ということで決めて枠組みでスタートしたことは、これの反省からあると思うんです。私はこのことは非常に大事なことだというふうに思っているんです。そしてもう一個次のパネル見ていただきたいんですけど、この社会保障というのはですね、社会保障というのは3枚目のパネルですけども、所得の低い人が受益が大きいんですよ。これが大体の流れになっているんです。そして次のページ見ていただきたいんですけど、どんどん変えますけど、これはですね、年収が2000万円もらっている人、これが40年間その頑張ってお仕事なされると、大体ですね、約1億4000万円ぐらいの税収を払われると言っているんです。そして現役時代に夫婦で子供2人の場合に得る受益はですね、7000万円なんです。そして引退後70歳超えてから20年間で得る受益は1億円、だから人生の中で税金払うのが1億7000万、受益は1億7000万が、この年収がですね、2000万以上の人たちの一般的な形ですね。それで総理ね、この2000万円超えてる人たちっていうのは、医療や介護や年金も子育ても国のサービスいらないんですよね。まあ病院して入院してると言ってもですね、個室の5万円ぐらいの病室に入ってね、保険はかからないけどもそこに入れることもできる。そして介護においても有料ホームに入って、まあ保険がかからなくてもそれができる。子育ても私学に入れようが何入れようが、まあ、年収がこれだけありますから自分の思いで物事ができる、まあ、国のサービスがなくてもですね、この高所得者っていうのは十分に頑張っていけるというのが実情だと思うんです。そして次のページ見てもらいますと、年収が200万の人というのは、大体ですね、40年間で払う年収が2400万、そして40年間の現役でこの義務教育を受ける、さまざまなものを受けるというのが7000万円と、年を取ってから年金生活に入って7000万円、2400万円人生の中で税金払って1億4000万円の受益を得るというのが、この所得の低い人たちが得ることなんです。だから所得の低所得者の人たちは、高所得者の人たちは自分でですね、多様な人生設計できるけれども、低所得者の人はですね、国のサービスと一体とならないと人生設計できないんですよ。だけどこの国のサービスのところが、財政再建だとか人口構造が1億人切るとか高齢化社会になるとか少子化になるとかって言って壊れそうなんですよね。今回の社会保障と税の一体改革は、この壊れることが低所得者にとって大変なことにもなる、国家の将来の姿にしても良くない。だから元年や9年の時の税制改正と違って、確実にこの社会保障に税金を入れて安定した社会を作るんですよと、この目的が大きな部分だと思うんですよ。しかし今あまりにもこの逆進性であるとか、低所得者に対して給付をやらなければいけないとかって、もうこの話が出てるもんですから、選挙区に行って話を聞くと、この消費税はですね、もう低所得者に対してもなんか負担を強いるもんだとい う, もうイメージがもうついて回ってる。本当は違うんだと、本当はこのことはあなた方にとって大事なことなんですよという説明がですね、野田総理、あなたに少し足りないんじゃないかと思うんですよね。これをね、これをしっかりとアピールしたら、私は消費税入れてもいいという人は 60% になってくると思うんです。このことに力を入れてお話をする。
いいですか、国民の皆さん、負担だけじゃありませんよ、受益のところも大事なんですよということをですね、もっと力強くおっしゃることが大事かと思いますけど、そのことをお願いします。野田内閣総理大臣。その通りだと思います。素晴らしいご指摘いただきました。従来の消費税の引き上げのことと違ってですね、今回法律上も予算上も会計上もすべて社会保障に還元をする、社会保障にそのすべて使途を当てるということになっています、制度的に。でその結果でありますが、社会保障というのは要はこれは所得再分配機能がありますので、その結果今大変わかりやすい図資料をお示しいただきましたけれども、所得階層が低い方の方ほど受益が出てまいります。でもちろん低所得者対策とかきめ細やかな対策はやるんですが、その上で全体像としてもですね、これは低所得者の方の方が恩恵が大きいんですね。でそのことをしっかりとご説明をしていくことが大事であり、だからこそこれ国民の生活に極めて直結して国民生活を守るための改革なんだということをしっかりとご説明していかなければいけないと思います。大変わかりやすい資料をお示しいただきましてありがとうございました。島地君。じゃあここでですね、もう一つこの部分の誤解を解くというのが一つ大事なことですけど、もう一つこの資料6を見ていただきたいんですけれども、これは元年と、それで9年にこれ、消費税上げたときにですね、上げたときに、元年のときも駆け込み需要というのが出てるんですよね。だから、消費税の上げる前の年っていうのは、どーっと個人消費だとか設備投資とか伸びるんですよ。そして、これが終わると4月になると、また下がるんですよね。これが大体今までの2回のこの姿、経済の姿、反動みたいなものになっておりますけど、3回目になってですね、このような数字が、棒グラフが出たら、これ勉強してないということですよね。このような駆け込み需要があることはあったにしても、これが消費税が終わってから下がるというようなことにならないようにするというのが、今回消費税を上げる3回目の私たちがやらなければいけない仕事だと思うんですよ、政治が。それでですね、この数字見ていただくと、個人消費伸びてますよね。で、設備投資も伸びてますと。こういうふうな、この伸びてるものを、もっと伸ばさなければいけないと。これ、もっと伸ばさなければいけないとなってくると、総理ですね、今年の税制改正なんですよ。今年の税制改正で、総理が、この需要のところをどうやって伸ばすかということについて、目的意識を持ってですね、これを作らなければいけない。一つは、個人消費が伸びるんですから、エコポイントとか、エコカー減税だとか、ね、こういうふうなことをしっかりとやっていく。それで、この個人消費が伸びるように、この部分だけはこの1年間限定でいいですから、贈与税をですね、拡大すると。こういうふうにして、お金が動いてそれが消費に回るというのを、今年の12月にやれば来年4月以降からスタートして、その次の、再来年の4月の消費税上げるまでの来年の1年間で消費が伸びるようなこの戦略図をまず作るということが1点目に必要だと思う。その次はこれが4月以降になったら落ちるんですよ。これが4月になったら上がったら落ちる。今までの結果からするとイメージからするとそうなる。そうなってくるとそれも落ちないようにするためにはもう民間の個人消費はなくなりますから、ここが国の出番だと思うんですね。だけど4月以降からですね、4月以降からお金が動かないとなかなかうまくいかないんで、補正予算を組むとしても公共工事、そして耐震化ものを組むとしてもですね、12月ぐらいに組んでゼロ国債をやって、入札も全部終わって、そのまま4月以降から企業の皆さんに行けるような、前倒しでお金が入るような、4月以降からそれが進めるようなゼロ国債のあり方も考えなければいけない。もう一つはやはり輸出ですね。やはり消費税を受けてない海外の人たちに輸出を高める。個人消費がないからそれをやるというようになってくると、やはり金融政策を持っていてね、大胆に来年のですね、再来年の1月頃には金融政策をやる。安住大臣がその頃まで財務大臣でいたら、断固として円安にやるように国は進みますよと財務省がですね、しっかりと人のメッセージを入れる。そうやって円安基調を作りながら、国内消費が落ちる分を輸出で頑張ると。こういうことをやっていくことが大事だと思うんですよ。そういうふうな戦略図を、経済の戦略図をもう一回国民にお見せになると、消費税に対してですね、逆に、ある意味期待感、来年の駆け込み需要に対する期待感、
そしてその都度落ちるはずであるものに対していや大丈夫だという安心感、こういうようなものをですねやっぱりお作りになることが大事だと思うんですけど、このことについても何か社会保障と税の一体改革のこのチームを作ったみたいにしてですね、野田総理の味をきっちりと出した経済政策を打ち出してみたらどうかと思うんですけど、いかがでしょうか。古川担当大臣。委員からのご指摘の問題意識は私たちも全く共有いたしておりまして、そうした視点からですね、国家戦略会議の下で今総理のご指示の下、まずこの2年間1日前からデフレから脱却をしていかなければいけない、そのためにはですね、総合的な政策のパッケージを大胆に取り組んでいこうということで、今まさに関係閣僚そして日銀総裁にも入っていただいたですね、そうした閣議で会議で、近々これを取りまとめをさせていただきます。それをしっかり行っていくと同時にですね、2年前に一緒に作りました新成長戦略を昨年の震災そして原発事故を受けてさらに再編強化をした日本再生戦略も近々国家戦略会議において取りまとめる予定でございます。こうした成長戦略もですね、同時に行っていく、このことによって経済をしっかりと再生をさせ、そのことによって社会保障税一体改革を決められた手順でですね、実現できるようなそういう環境を政府を挙げて全力でやってまいりたいと思いますので、ぜひ引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。下地君。短く総理の経済政策に対する思いもちょっと短めで。野田内閣総理大臣。これはですね、下地委員ご指摘のとおり、消費税引き上げの前後っていうのは、これ間違いなく、これまでの経験からすると、駆け込み需要があって反動源があります。でそれを平準化するために今回は2段階という形になっているんですが、そういうことも想定をしながら、何よりも国民の皆様にご負担をお願いをする際には経済の再生が不可欠でございます。で今足元はこれ実質 4.7% の成長、これ1月3月期の9位ですが、これは復興需要を背景にしながら若干個人消費も持ち直してきています。でそういうことを見ながら、ただしその2015年にらんだときにはもっと民需主導の経済にしていかなければなりません。そのためにより一層個人消費を喚起するためにはどうしたらいいかという観点を常に持ちながら状況によって機動的に対応しなければなりませんが、今委員ご指摘の視点を持って年度末のこの税制改正と予算編成、場合によっては機動的という意味においては補正予算も含めて対応していきたいというふうに考えております。下地君。今の補正予算も含めてですね、戦略的にお作りになって、それをしっかりと国民に示すことが大事だと思うんです。それ最後になりますけどね、総理、そろそろ個性を出してですね、アピールしていくことが大事だと思います。今、尖閣の問題を国が買いますというような総理の発言がありましたけど、あれ非常に良かったと思いますよ。これは国の姿勢を見せるという意味では良かったと思います。そしてその次にですね、何を総理にやってもらいたいかと、これはもう選挙制度ですよ。これはもう議員定数の削減、反対している人たちが野党がいるかもしれませんけれども、もう定数削減をですね、もう徹底的にやる、今も国民はもうそれ、もう待ち望んでますよ、そのことは、もう三党合意とか三党調整とかもういう言葉はもうなくして、だって消費税終わったら不信任案出すって言ってるんだから、問責も出すって言ってるんだから、もうそれも相手にする必要ないですよ。自分の考え方でちゃんとこれからですね、選挙制度も出していく、そして特例公債も出していく、もう衆議院で採決して参議院に行って否決するのに否決してみろと、それぐらいの気持ちで自らの個性を出していけばですね、私は総理に対する支持率は上がってくるというふうに思ってますから、どんどん個性を出して発信していくことを期待して私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて下地君の質疑は終了いたしました。